ママすればうなぎですね。ただいま5時過ぎなんですけど、ママすればうなぎですね。うなぎの大島のところにやってきました。楽しみです。バン、はい、今回は浜松市南区にあるうなぎ大島にやってきました。店内にはご覧のように芸能人のサイン色紙もたくさんあります。僕が訪れた夕方5時過ぎは開店間もない時間帯で、お客もまだそんなにいない時でした。普段は実家が愛知県に近いこともあり、ひつまぶしをいただくことが多いのですが、今回はお店の定番ということでうな重をいただくことにしました。席に着くとおしぼりと温かいお茶とうなぎの骨が揚げられたカリカリの美味しいやつが一緒に出てきました。純粋うなぎです。ここうなぎ大島は幻のブランドうなぎ京水うなぎを食べられるお店です。日本でも約30店舗しか取り扱ってないという京水うなぎ、一体どんなお味なのでしょうか。ですね、見てください、この箸でも簡単に切れてしまううなぎの柔らかさ。うなぎのタレが染み込んだあったかご飯と一緒にいただきます。で、店員さんもね、すごい気さくで、いい人でした。なんで、もしね、本末に、うなぎ大島、ぜひ行ってみてください。でね、これからあと2時間ぐらいかけて、豊橋の駅前にあるホテルを取ったので、こちらに泊まりたいと思います。では、あと2時間、頑張りましょう。というわけで、残り1キロ未満で愛知県というところまでやってきました。このセブンイレブンで休憩中です。で、あと1キロ未満で愛知県に入りまして、でそこから12キロぐらい行ったところで豊橋があるって感じです。今日は豊橋駅の近くのホテルで一泊して明日岐阜を目指すという感じ
感じになります、はい、さっきなんですけど、じゃん、ドーナツをさっきうなぎ屋の店員さんが途中で食べてくださいっていう風にくださいまして、今からこれ食べて元気つけて、あと12キロですね、頑張りたいと思います。ほんとすごいうなぎ屋さんが親切でよかったんで、ぜひ行ってみてください。はい、ではまた。はい、ということで今日の工程が終了しました。さっきチェックインしてちょっと落ち着いたところです。明日は5日目最終日なんですけど、いつもより早めに出発して名古屋経由で岐阜に行きたいと思います。無事今のところ計画通り行ってるので、最終日楽しみにしたいと思います。ちょっと今日は足がね、いつもならその次の日とかに痛いなと思うんですけど、漕いでるうちから痛くて、腰にもちょっと負担が来ててちょっと辛いんですけど、はい、今日はちょっと早めに寝て明日頑張りたいと思います。では、おやすみなさい。